株式会社、名鉄百貨店は、日本の百貨店である。名鉄グループの企業として、1954年12月に、開業した。陶器場の設立は1952年12月17日。名古屋市中村区名駅の本店の他に、愛知県一宮市の名鉄一宮駅隣接地に、一宮店がある。1936年8月に、 現在の JR 名古屋駅を建設した際に駅と駅前広場を作った残り約3万坪の土地が余剰となったため1937年2月に阪急グループの小林十三よりターミナルデパートの経営戦略の指導を受けて同年3月には建築申請を愛知県知事に行い翌年1938年1月百貨店法に基づく百貨店の出店申請を 名古屋鉄道が行ったが実現せず、百貨店の開業は第二次世界大戦後に持ち越されることとなった。第二次世界大戦後に名鉄が駅ビルに百貨店を開業するにあたっては、名古屋、堺の老舗百貨店松坂屋と話し合いを持ち出展する方向で進んでいたが、これが暗礁に乗り上げたため、戦前に指導を受けた小林十三が創業した。 電鉄系百貨店の老舗半球百貨店の支援を受けて創業した。その関連から、名鉄東方や名鉄ホール等の半球電鉄文化の名残が残る。2000年以降、JR 名古屋高島屋との競争激化に伴う経営悪化への対応として、名古屋鉄道による完全子会社化と伊勢丹による支援、業務提携を受けた。それに伴い、 提携クレジットカードについても、セントラルファイナンスや、クレディセゾンとの提携カードから、伊勢丹アイカードとの提携による、名鉄百貨店アイカードに変更され、店内に ATM が設置された。しかしその後、三越伊勢丹ホールディングス発足と、大名古屋ビルジング内への伊勢丹出店に伴い、伊勢丹との業務提携を縮小したため、 取扱いは終了となり、i カード a t m も撤去された。その後は三菱 UFJ ニコスト名鉄の提携カード、名鉄ミュー、S カードの会員に対し、名鉄百貨店でも、優待や、ミュースターポイント加算を実施している。2009年頃まで、CBC ラジオの朝ワイドで、ターミナルサロンというタイトルで、本百貨店の買い物情報コーナー枠を、 名古屋鉄道との共同提供で設けていた。コーナー冒頭では2000年頃までパノラマカーのミュージックホーンが流れていた。コーナー BGM はパーシーフェイスオーケストラインラブ。なお、1962年に名鉄と資本提携を行って名鉄グループ入りし、関連会社となった旧金沢名鉄丸越百貨店が石川県金沢市に 百貨店の名鉄、M 座を運営していたが、2021年3月31日に、金沢名鉄丸越百貨店の全株式が名鉄からヒーローへ譲渡されて、名鉄グループから離脱したことで、関連会社ではなくなり、翌4月1日に社名が、金沢丸越百貨店、店舗名が、金沢 M 座にそれぞれ解消された。名鉄百貨店本店旧ヤング館。 山田電機ラビー、名古屋回転後本館、メンズ館、ヤング館と三館体制を敷いていたが、2011年3月31日のヤング館閉館に伴い4月からは2館体制になった。また名鉄バスターミナルビル内には、名古屋鉄道本社、名鉄グランドホテル、名鉄バスセンター、名鉄東宝などの施設が存在する。二千六年度に大規模な三館一体化リニューアルを、 しているが、同時に、本館以外の名称も、変更となった。また、2005年には、地下食料品売り場の改装に合わせて、これまで、駅施設と商業施設が混在していたのを分離、集約した。リニューアル前には目立つシンボルマークがあったが、リニューアルと同時に、青地に、名鉄の看板に変更となった。3館、計64,548平方メートルに、 間、計53,108平方メートル地上を10階地下2階建て。開店当初は3階建て。そのため、3階までと4階以上では、フロア形状が異なるという名残がある。10階に、劇場、名鉄ホール。地下部に、名鉄名古屋駅。1階北側コンコースには、宝くじ売り場もある。名鉄バスターミナルビルの西側4階北半分は、 名鉄百貨店、本館4階扱いとなっており、建物と店舗の範囲は一致しない。38,085平方メートル、再開発計画着工の2022年度までは、既存店舗で営業を続ける。地上18階地下1階建て。2から5階は、東西で高さが異なっており、西側には5階と7階以上がない。 名鉄百貨店メンズ館は1から2階の前面と3から6階の東側にあり、西側3階と西側4階南半分は日本初の本格的な立体型バスターミナル名鉄バスセンター。西側4階の北半分は名鉄百貨店本館扱い。西側6階は名鉄スカイパーキング。東側7から10階はオフィス棟。 東側11から18階は名鉄グランドホテルとなっている。東側6階には映画館の名鉄東宝があったが2006年2月24日に閉館した。元々はメルザという名称のファッションテナントビルで開業は1967年とパルコより古い歴史を持つ。開業以来関連会社の株式会社メルサが運営していたが後に 名鉄百貨店に移管され、メルサ館と解消。メンズ専門館としてリニューアルされた2006年10月25日に、再度名前がメンズ館に変更された。なお、現在のメルサの本店機能は名古屋栄に移管している。また、地下1階において2002年4月1日から閉鎖されていたメルサ改札口は2005年9月27日に、 地下食料品売り場のリニューアルと同時に新南改札口として再開された。これは百貨店から直接豊橋方面のホームへ行ける入場専用改札口となっている。一万五千二十三平方メートル地上十一階地下1階建て。一階に三井住友銀行名古屋駅前支店があり、同行の関連会社大手町建物が不動産を所有。多くのフロアが メンズ館と直結しており、6階から11階は、名鉄スカイパーキング。屋上は、テニスラウンジがある。1万1440平方メートル1972年に、名鉄百貨店のヤング向け別館、名鉄セブンとして開業。地下1階から地上6階の7フロアの店舗であったこと、生活サイクルが1週間を基準にしていること、ラッキーセブンにかけたことなど、 ヤング層の感性にマッチしていることから命名された。2006年9月6日の館内リニューアルと同時にセブン館から解消した。セブン館時代に東海ラジオが館内にサテライトスタジオを設置していた。2010年11月9日、家電量販店最大手の山田電機との間でヤング館跡地に出店合意した。ヤング館は2011年3月31日に 閉鎖し、同年十一月二十五日に、ラビー名古屋として開業。これにより、本館とメンズ館の二館体制になり、ヤング館の婦人服売り場は、本館の三余会に集約する。なお、ラビー名古屋は、地上五階地下一階のフロア構成になり、六階のうち、名鉄スカイパーキングの出入り口以外の部分は、倉庫として使用される。ヤング館以外の施設は、ラビー名古屋に、 リニューアル以降も営業中。名鉄ヤング館のナナちゃん、人形名鉄百貨店本館、メゾンドゥナナの小型ナナちゃん、人形、ミナちゃんヤング館の前に立つ巨大マネキンちゃん人形は、名古屋駅の待ち合わせ場所として有名。1973年、セブン館の1周年を記念して設置された。プロフィールでは、昭和48年4月28日生まれ。 身長6 1 0トル体重6 0 0ラムスリーサイズはバスト2 0 7トルウエスト1 8 0トルヒップ2 1 5トルとなっている。素材は FRP 高出演美樹脂名前の由来はヤング館の旧称であるセブン館の7から、名鉄百貨店の広報部員である。設置元の名鉄百貨店も含め当初は、 スイス生まれとしていたが、当時ナナちゃん人形を買い付けた人物の話により、実際は、シュレッピー社とライセンス契約を結んでいた、東京のマネキン会社ロア社の製品で、長野県上稲郡高藤町の高藤生館で、シュレッピー社の巨大マネキンを型にして製造されたもので、あることが明らかになった。スイス製になった権威は、マネキンが目立ったらいいなと思っただけで、 製造を元にはあまり関心がなかったからという安直なものであったという。今後、名鉄百貨店の公式サイトでも、スイスでデザインされた日本製に改めるとしている。季節によって様々な服や水着に着替え、また、各種のイベントに際してや、ユニフォーム姿で、中日ドラゴンズの応援媒体などとしても活躍し、着替えた後の姿が地元マスコミで報道されることもある。 イベントなどのない場合に無着意のこともある。衣装は、名鉄百貨店のキャンペーンに関連したもの、あるいは、公共の啓蒙活動など、社会貢献につながるものに限っており、他からの着せ替え依頼についてはすべて断っていたが2012年4月に、親しまれてきたキャラクター像を壊さないことを条件に、一般企業広告の着せ替えを解禁した。2006年10月5日、 深夜、名鉄百貨店セブン館と、名鉄バスターミナルビル前の歩行者通路の一体化工事と、名鉄バスセンターと、各館連絡通路工事のため、一時的にナナちゃん人形は撤去された。その間、ナナちゃん人形の居場所は秘密であったが、2007年2月16日に、愛知芸術文化センターにお目見えし、3月11日まで展示された。そして、 2007年3月18日の名鉄百貨店全館グランドをオープン時に以前の場所から北側に約3メートル東側に約1.5メートル離れた場所つまり若干 JR 名古屋駅に近づいた場所に再設置された2010年4月10日からなでしこ7ブログを開始手足となるちびなながブログ更新に活躍している模様 4月15日のブログでは、普段動き回っている時の小さい私を紹介しているため、チビナナが分身なのか同一の存在なのかは、不明である。2010年9月10日から24日の間、コカ・コーラ・セントラル・ジャパンが行った東海地方限定、デラ、ジョージアプロジェクトの一環で衣装に設置されたスピーカーを通して、全19種類のメッセージを37歳にして、初めて喋った。 2011年6月1日から7日まで、愛知県の特定健診啓発キャンペーンとして、キャンペーン中、メタボリックシンドロームの体型、ウエスト 180cm から 285cm に変更。2011年11月2日に、本館、メゾン・ドゥ・ナナのマスコットキャラクターとして、6分の1サイズのナナちゃん、人形がお披露目された。名前は、 一般公募で、みなちゃんと名付けられた。2017年3月29日、名古屋鉄道は、名鉄名古屋駅周辺の再開発計画を発表し、名古屋近鉄ビル、大手町建物名古屋駅前ビル、日本生命、笹島ビルも建物を一旦取り壊して、一体化して改築する予定である。2022年度に着工予定、リニア中央新幹線が、 開通予定である2027年度の完成予定で調整中。開発面積は2万8000平方メートルとなる。総事業費は発表時点では未定だが、2017年度の設備投資計画に再開発ビルの設計、デザイン費用として9億5000万円を計上する。新一体化ビルの高さは160から180メートル。商業施設。 オフィスホテル、住宅機能を盛り込む。近鉄グループも、名駅エリアにおけるホテル事業に意欲を示しているための再開発計画に乗った形となっている。名鉄の安藤隆社長は、住民や名古屋を訪れた人が何を求めているかを把握し、面白みや温かみのある要素を取り入れた施設にしたい、と述べている。 また、再開発後は、JR 効果を挟んだ、対抗通で人の往来分断を避けるために、道路の上空部分を意識した、ビル設計もする。あと、近畿日本鉄道、三井不動産、日本生命もこの事業に関わるために、既存の近鉄百貨店名古屋店との調整もあり、再開発はまだ入り口に立った段階とした上で、百貨店事業の継続、 ホテル事業の住み分けも含め関係者との調整が今後の課題となる。現在は中日ドラゴンズのマスコット人気にあやかったいくつかの商品を販売している。ほとんどのアイテムは同社のネットオンラインショッピング名鉄オンラインで購入できる。パッケージにドアラ直筆のセリフやクッキー本体にドアラ直筆の絵が描かれたドアラのクッキーやドアラシャオロンパオロンのそれぞれの 名前より命名されたドアロンなどユニークな発想に富んだお菓子類もあり、特にドアラのクッキーはその独特のイラストも相まって人気が高い。現在の店舗は名鉄一宮駅に隣接している。旧名鉄東一宮駅跡に丸へとの共同出資で開設された名鉄丸へ百貨店の更新一宮、名鉄百貨店を一宮駅ビルに移転して開設。 17,729平方メートル名鉄インテリアは2006年8月30日に閉店している。ありがとうございます。